一番うまいラーメンって何？自分の中で。一緒の店が言えなそうだったらジャンルでもいいし。京都に住んでた時によく行ってた、ゆうこうっていうラーメン屋さんなんだけど、え、俺行ったことあるかな。あのどうだろう、貝だしの、あーあるあるある、サリシジミのだしの3種類ぐらい出してるんだけど、白だったかな、透明なやつがね。 NHK の近くじゃない？あ、そう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 だよね、NHK の近く、クソローカルな話なんだけど京都の NHK の近くにあるラーメン屋さんだね。そうそうそう、 NHK のもうほぼ一本上というかね、うん、あそこのラーメンが俺は好きだった。あー、うん、ケビンは好きじゃないか。そうだね、だからちょっといや俺もう最初の数キーワードでもう俺いいやと買い出し、買い出しあっさりしてあっさりみたいな、透明だし、うん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 、やっぱドロッとしてるのとは正反対に近いかもね、うん、割とこう、うん、でもね、めちゃめちゃうまいんだけどな。いや、うまかったうまかった。そうなんだ、まあ、一回食べてみてほしいな、うんうん、あ、そうだね、うん、そこまで言うならやっぱ食べてみたい、ぜひぜひ近くまで行った際にはぜひな、うんうん、そこのシナチクが好きだったのよ。はい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 、何それ、シナチクって何？メンマよ。あ、え、そう、シナチクっていう言うね、言うね、へぇ、美味しかったね。なんかすごいさ、立派なメンマだよね、もうほんと竹、なんか竹感があるね。そうそうそう、うん、シナチクとメンマの違いって何だろう。いや、わかんない、一緒。あー、一緒だと思ってたけど違うんかね。二つの言い方があるってことはなんか、まあ、確かにね、確かにね、なんだろうね、うん、学名みたいな、なんかあるかもね、学名っぽいシナチクってなんかねシナチクファンガスシナチク目、シナチクかみたいな、うん、確かに通称メンマみたいな、うん、俺はね、うん、一刀っていう超有名な、うんうんうん、知ってる、うん、東京にあるんだけど、ここは絶対好きだと思う、ケビンは。な、家系なの？家系じゃなくて、あのつけ麺屋なんだけど、うんうん、濃いやつ、え、魚介みたいなとか、ちょっとね、あんま詳しくわかんないんだけど、まあ、濃いやつ。濃いやつ。いいやよ、それで十分よ。まあ、いわゆるさ、東京のさ、太麺で、ドロドロのつけ麺みたいなのあるじゃん。うん。あれの、もうめちゃくちゃうまいやつみたいな感じだね。何駅が近いのよ。新小岩とか、なんかそういう感じの駅だったような気がするんだよな。新小岩ね。いや、俺もそれでしか行ったことないような気がするけど。新小岩ってどこだっけ？わかんない。新小岩？千葉寄りです。千葉寄りか。はい、東の方なの。東の方ですね。あー、はいはいはい、本当に行列とかができるような、うん、もうめちゃくちゃ有名なお店なんだけど。いや、俺も名前は聞いたことあるわ。ラーメン好きの人は結構言う人多いよね、うん、わざわざこういうまで食べに行く人が多いわけだもん ね。そう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 、うん、まあそれで言ったら、あの松戸のさあ、そうだね、確かに富田もね、超有名だけど、でも多分その富田に次ぐぐらい有名な、はあ、何回かしか食ったことないけど、うん、いや、もうびっくりした、うんまと思った。美味しかったんだ。美味しかった。有名なのあんなね味が好きなのね、うん、横浜の方にある、うん、あれG から始まんないよね。え、なんで知ってんの？なんか聞いた、あれえ、なんで知ってんの有名じゃん、それは。だってゴルメン、ね、いや知ってるよ、知ってるよ、それ。え、マジでゴルメンは知ってる。有名、いっぱいあるだろ、ゴルメン。いっぱいあるのかな。いっぱいある、いっぱいある。え、でも美味しいよ、美味しいよ。いやいや、そりゃそうよ。あそこで食べたさ、うん、これ何ラーメンか忘れてたんだけど、うん、ピーナッツ風味がして、はい、はい、いや俺はピーナッツ風味感じたのよ。ああ、まあ、めっちゃうまいってなってこのうまさがすごかったんだよね。でそれ以降何回も言ってんだけどどれもピーナッツ風味しないんだよね何だったんだそれって。間違っちゃったから、ね、分からない、何だったんだろう、分からないけど、季節限定みたいな。ああ、だったな。その可能性もあるけどね、うん、すっげえうまかったんだよね。元チッカフィレの社員の人がたまたま来たってことね、中央にピーナッツバターオイルでそうそう、あげちゃったかもしれない何かを、ラーメンを